これは。再びか。寛永寺は目と鼻の先だ。回り道や足踏みをしているいとまはないぞ。つまりは避けざる難敵だ。押し通るぞ、よりドロテア。そうなんでしょうけれどね。同行するのは利害の一致からであって、あなたに命令される言われはないわ。うるさい。特にあの僧兵には気をつけろ。死ぬぞ。はあ。ミスター、どうかして？あれは確かに難敵だ。どう戦ったものか思案していた。思案することはないわよ。普段の通りあなたたち二人で戦いなさい。もう幸せもなければ訓練もしていない。そんな三人で戦えて？いいえ、戦えない。付け焼き刃はごめんよ。私は非常時に備え力を温存しておくわ。さあ行きなさい。まあ道理だ。では姫の仰せの通り、行くぞより。セーバー、君、土帝の術を逃れていたか。土帝、そやつがこの魔月鬼の元凶か。俺たちはそう見ている。今や多くのサーヴァントが支配下に置かれた。相分かった。古今東西の英雄英傑たちよ、貴殿らの漆黒、我が剣にて砕いてくれよう。
私は悪鬼を追うゆえ、これにて。相変わらず気持ちの良いセイバーだな。よし、では寛永寺へ。あれは操られているか。あれは手強いぞ、より。アーチャーと君の死が手を組んでなお引かせるだけにとどまった相手だ。さて、どう勝つか。あれがハグレのバサーか。長く伸びた髪、都市の闘志。まさか知ってるのかい、あの子のこと。師匠、太夫。やあ、伊織くん。バーサーカー殿を追ってきたら、まあ偶然。こちらは寛永寺へ向かう中途です。はぐれのバーサーカー、寛永寺を守る砦かと。うん、人間城塞もとい英霊城塞ってことね。さて、いかに攻めたものかしら。そこのあんた、偉人のあんた、あんた神明を知ってるんだろ。教えてくれないか。私はあの子を止めなきゃならないんだ。この通り。頭を上げなさい、マスターでしょ、あなた。私はアサシンのマスター、ドロテアよ。いいわ、教えてあげる。私の予感が正しければ、複数陣営による共闘は必須。それほどの相手と思いなさいな。あのはぐれのバーサーカー、神名はサムソン。おそらくね。神より力を授かった怪力無双の闘士。神？ええ、こちらにおける唯一にして無二の神。ざっくり言うと、一柱しかいない分強力よ。あなたたちの価値観からすると、そうね、神や仏全てから力を授かったに等しいかしら。大きく出たな。仏のことはよく知らないが。なるほど、それはあの強さも納得だ。世界は広いからね。中にはとんでもない英雄もいるってこと。さあ、相手にとって不足なしと言いつつ、一応確認しておくわ。お嬢さん、サムソンには弱点ある？あるわ。サムソンは神から力を授かるとき、その髪に刃を当てないという条件をつけられた。故に髪の毛を切ることができれば、体
彼は力を失うわ。聖書に書かれた通りにね。ってことはあの子。ええ、かつての彼はそうやって死んだの。愛する女性に髪の秘密を打ち明け、裏切られて力を失い、死の間際には暴力の嵐と化したそうよ。女に裏切られたか。因果だね。二度も同じ思いはさせたくないところさ。でもね、それでも私はあの子を止めなきゃならない。操られて暴れ回っちまうなんて、そんなの望むような子じゃないんだ。何言ってるかもわかんないけどさ、でもそう思うんだ、思っちまうんだよ。だから力を貸して、武蔵ちゃん。ええ、任せて、タユ。というわけで、彼は私たちが引き受けるわ。みんなは援護をお願い。師匠たちだけであれを相手に、それは。ええ、小野賀師匠が勝てると申すかなんて。冗談冗談、でもちょっとだけ本気です。ともあれ心配ご無用です。それに手が足りない時には遠慮なく声をかけるから。撫で切りにしてあげましょう。いいかい武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう、タイム。でもあなたはあなたの覚悟を決めなさい。なるほどね。ここで決める。よーっ！
ありますとも。ナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大戦勝。そこ、なんの、サムソン、私、みんなありがとうね。私のわがままに付き合わせちまって。先を急ぐんだろ。私らのことは構わなくていいよ。それに武蔵ちゃん、あんたもさ、これからは好きにしてくれていい。という、私決めたんだ。もともとこの儀に乗り気じゃなかったのは分かってるだろう。私たちの願いは自分で叶える。儀の勝者にはならなくていい。あの子を捧げて助かろうなんて、そんな虫のいい話はないさ。あとねえ、セイバーじゃなくてバーサーカーの宮本武蔵さん、マスターなんざ放って好きに戦ってみたいんじゃないのかい。そりゃまあ多少はね。ほんのちょっぴりそうかもしれないけど、こう見えて一応はサーバントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ。あんたには好きにしてほしい。あとはあんたの願い次第だね、武蔵ちゃん。うまいな、どんちかな。そうかもしれないね。まあそういうことならきちんと叶えてあげなくっちゃね。難敵は消えた。遮るものは
結界一つきりか。押し通るぞ。いよいよ土帝に相対する。それは気が早いんじゃないかしら。他にもはぐれがいるのか。いいえ、でも私がここにいる理由、まさか忘れてしまったのではないでしょうね。来るか、アサシン。我が体は響きの意志を残し、我が牙は鉄火にをも砕く。人によりて人にあらず、神によりて神にあらず。決心、伊吹大明神演技。朝日のホーグ。セイバー君、アサシンの行方が気になるみたいね。無理もありません。アサシンの解放した宝具は凄まじかった。同感。しばらくぶりにゾクッときたわ。あの清潔なる神器容器、これまでは本気じゃなかったってわけね。ドロテア殿が奴を引きつけていなければ、今頃上の一帯は。ええ、跡形もないでしょうね。果たしてドロテア殿、あのまま逃げおおせるか否か。サーヴァント、特にアサシンに狙われた以上、無事じゃ済まないだろうね。助けがなければあの子は死ぬよ。土帝かアサシンか、どちらにせよ決めるのはあんたさ。そうね、ここは考えどころ。事態の元凶土帝を仕留めるか、宝具を解放したままのアサシンを討伐するか。ちなみにアサシンは放っておいても、自分のマスターを殺してしまえば自滅するなんて考え方もできるけれど、さて伊織君はどうする。長々と悩んでる時間はありません。気持ちが決まったらすぐに教えて。